はい、どうも。はい。今回の方は、こちら。はい、麻雀歴は、現在大学4年生で、大学1年生の時に麻雀始めました。その後は適当に雀魂で打っており、今年の8月から雀魂の新しいアカウントを作り、麻雀の勉強、M リーグ、配布検討を見始めた感じです。ということで。はい。そうですね。まあ、大学でね、麻雀始めて。まあ最近はね、なかなか麻雀する人もね、少なくなっちゃったけど、まあ、僕の頃もまだ結構大学生は麻雀やってましたけどね。はい。で、麻雀されてるということね。わかりました。初めて依頼された方ですので、まあ、楽しみに、はい、やっていきましょうか。はい。で、成績の方が、はい、成績の方がこちらですね。はい。トップ率、おい、めっちゃいいな。トップ率31.56。ラス率15.56。はい。フロー率30。フロー率はまあ低いけど。てか、上がり率と保持率の割にめちゃくちゃいいな。平均打点が高いのかな？平均打点って注目したことなかったけど。上がり率が22.9。保持率が11.7で、こんな成績良くなるんだ。知らなかった。6444。俺がどうなんだ？俺いくらあんの？ 5500 点。1000点、900点。900点違うんだ。毎回毎回俺より900点多く上がるとそうなるんだ。数式も似たようなもんだな。すごいな。で、ちょっとね、なんか、そんな、うまい人なイメージなかったけど、ちょっとこれは、強者の香りがしてきましたが。平均打点が1000点高いと上がり率が、俺よりも、こんだけ低くても、結構似たような成績になるんだ。麻雀って、面白いね。ということで、読み込んでいきましょうか。はい。あとは、まあ、ラス回避麻雀ですね。自分なりの反省点を挙げておきます。トンに0本歯1本歯何に何4か。ちょっとね、こうやって書かれても俺飛ばしちゃう場合あるんで、後からまあ、振り返るかもしれないけど、一旦とりあえず最初に見るか。あ、その方がいいか。なんか毎回毎回なんかね、言われたポイントを、意識して見てると、なんかちょっと、あれ見たっけみたいにね、なるんだけど、そうか。まず一旦言われたポイントは関係なしで見て、その後で遡るがいいか。ちょっと新しい発見したな。人間常に新しい発見していくからな。新しい発見したな。とにかくなんちゃドラがうま。手牌は4といつか。はい、まあ普通に行こう。親だし。はい、白髪切っていく。チュンが見えてないので、裏ドラ確率からすると白髪チュンだから、白が裏ドラになる可能性高いんで、初から切っていくとか、そこまでは別に考えなくてもいいんですけど。はい。切っていく。チートインシャンテンか。まあ基本的にチートインシャンテンはもう完全に決めても大丈夫なので、好きにやってください。そんな変わらないからね。春ツテがもうなんか明らかになんか単品系も見えてるとか、なんか明らかに、いや、これチートイ、決め打つのはちょっとおかしいぞ、みたいな。そこまでの手になってくると、まあ、決め打ちは、
しなくてもいいパターンあるんだけど、基本的にまあそういう場合以外はもう全部チート入りシャンテになった瞬間即チート入り決めるって何ら問題ないので、もうこういうのは好きにしてください。まあこれだったら例えばまあリャンピンとかウーピンとか引いた時に初切ります、リャンピンウーピン引きます、どうするか、まあ、結局3層かとかね、初切って数層引きます、リャン面できてどうするか、数層引いてリャン面できても結局キューピンは切らない、イーマンも切らないとかね、まあ深く考えたいならそうやって考える。うん、チートイーシャンテンを崩す価値がある手なのか、もしくはチートイーシャンテンを崩さずに瞬杖をテンパれる可能性がある手なのかとかを考えながらやっていこう。はい、何切るかな、じゃあ三層、あ、いいじゃん、うん、え、あ、お決めでいいね、うまいな、おいファンキーだな、ドーラ切ってる、ドーラぶち抜いてる、うん、いやまあそれはリャンマンで、うん、なんか先行き不安になってきたな。ただまあ、ドラ見落としってこともないだろうから、あれ書かれてなかったよね、トン1は。まあ、リャンマンで。おもろいな、これ。トンプーだったらワンチャンありか。まあ、リャンマンがションパイだったらワンチャンあるか。リーチ、チートイ、ドラ1で最低でも6400以上打点あるから、トンプーだったら、なんかまあ、おもろいなって思うけどね。うん。まあまあまあ、半チャンだし、普通にリャンマン切りましょう。これは何か挑戦を俺に叩きつけられてるような感じするな、このウーマン切りの配布を持ってきたってのは。まあそれかただ選んだ配布がウーマンだったのか、はたまたドラをね、見落としで切っちゃったのかは分かんないけど、いやいや、これちょっとなんか、うん、何か感じるぞ。いいしよ。はい。はい、まあ、決め打ちで。うん、まあ、これはもうどうしようもないな。はい、まあ、適当にやってください。3万しか引かねえな、この。初。うん？本一に見せたいってこと？うん、そんなもんいらんわ。本一に見せたいだったら。うん、なんかそんな感じがした。なんか、マンズ・ソーズのチュンチャンパイめっちゃ切ってるから、ここでローピン切っちゃうとチートイバレるみたいな。うん、まあ、いらんいらん。そんなんして、誰かリーチ入って振ったら死亡だから。うん、さすがにローピンしかない。うん、もちろんマックスで枚数で E ピンって言われたらまたちょっと難しいけど、うん、まあまあローピンで、うん、さすがに本一見せかけるはないわ、しかもこんなジャンタマ相手に、うん、さすがにローピン残しがやばすぎる、あの出てっちゃったら、はい、下茶仕掛けられる、まあこうやって仕掛けられるとね、また別の要素があるけど、補充する可能性、仕掛けられる可能性とかね、まあ、それはあるんだけど。はい、どうする？急走切る。これも、リャンマンじゃないんだ。リャンマンの方が安全度高い？てか、リャンマン2枚切れだしな。うん、まあまあ、リャンマンです。かね。うん、やっぱ1枚と2枚の差って結構あるから。チーマン仕掛けられる。なんかおもろいな、これ。なあ、これ。いや、リャンマンで。チーマン4枚あるし、3枚あるし。まあ、かつ、下茶に泣かれるかもしんない。ドラも一応2枚見えてるとはいえ、下茶ドラあるかもしれない。で、順面も深いし、まあ、リャンマンインピンって静かに行く方がいいんじゃない、まあ、トイメンとカミチャがチーマン切った直後、まあ、数万でもいいか。トイメン、カミチャが数万、スッチーマン切った直後だったら、まあ、それはまあ、いいかもしれんけど。守備力マックスでもね。うん、まあ、普通にリャンマンで。で、泣かれていく。まあ、これもだから、イーソー1枚切れで、リャンマン2枚切れなんで、まあ、リャンマンでいいと思います。イーソーは、結構全員に万全だしね。まあ、リャンマンで。はい。いや、振るんかい。イーソーで。まあ、これしゃあないけど。はい、親で。ドラがローピン。手配、またなんかちょっと統一も見えそうな。まあ、普通にシャキっていく。あ、これ、まあ、普通に行くだけ。おーい、おもろいな。いや、もうトンしかないわ。うん。やっぱ普通に瞬つてあるんだよね。三層引いた瞬間にもう、リャンマンイーマン切りがめっちゃ瞬つてとしてもいいし。うん。それこそローマンとか引いてタンヤオとかね、あるけどね。うん。もうトンで。うん。いや、でもこれであの成績なんだ。バカにしてるわけじゃないけど。おもろいな、マージャンって。なんか二差し見えてきたな。いや、おーい、これ2差しリアンシャンテンね。
うん、3万リャンピン3層で2差し完成するし、それがなくなっちゃう、リアンシャンテなくなっちゃう、もう飛んで。逆にこの、え、試合数そんな少なかったことはないよね。そんな試合数100戦とかじゃないのね。450戦だもんね。いや、おもろいな。なんかちょっと悪く言うと超格変かもしれないけど。超格変でこの成績なのかもしれないけど、いや、おもろいな。まあもうそれは2差しのリアンシャンテ崩さないっすね。はい。飛んで。まあ、イーマン打つとしてもリアンマンか。はい。あ、そうか、イーシャンテンじゃないんだ。いや、これだったらイーマン切るな。うん。数万なんだ。うん。まあ、これ、この順目になってくるとまたむずいけども、まあ、親だし、まあ、普通に行くのがいいかな。うん。もうトーン1枚あげる。もうトーン切って。別に面品数万にね、両面ひっついても、両冠両面のイシャンってなるしな。赤リマージャンだしな。まあもちろんここからローピン使いたいとかわかるけど、まあ別にそれはローピン引いたとしても、ね、ウーマン引いて両冠両面にした後に、チーピン切ってローピン引いても別にスライドできるしな。しごろもあるしな。みたいな。まあしごろにはなると思ってないけど、まあ普通に飛んで。いや、おもろいな、これ。この打ち方であの成績あるって。うん、テンパった。はあ、うん、まあメンツのレベル低いとローソ切りかな。メンツのレベル高いと俺はリアンソ切るけど、まあ赤もあるし、うん、まあまあまあどっちだ、ローソ切った、うん、いいと思います。ジャンタマだと俺もローソ切るかな。はい、上で連チャンしたドラゴンピン、はい。まあ、普通に行くかな。うん。アク切った。チュン切った。アツ切った。アク切った。うん。まあ、この順番。まあ、急走を切るわな。うん、まあ、あとは仕掛けていって。愚形は。ちょっともういいか。おーい。両面から行くんか。いや、マジですごいな。いや、もう、それは仕掛けない方がいいと思う。両面だから唯一の。しごろがあるって別にしごろっていうあれじゃないしね。やっぱ有効杯引いたりしたらでかいから。うん、数万はさすがにするで。ま、ウーピンとかだったらまだいいけどね。おもろいな。ウーピン引いてきた。単葉三色ドラ一。めちゃくちゃいいいいシャンテになった。ちょっと待って。あれちょっと待って。あれちょっと待って。ちょっと待って。リアンソーチーソーポンで、単葉三色ドラ1の 5%。うん。で、まぁ、あ、今回だったら一応ね、キューピンが2枚、さ、キューピンが3枚見えてるから、チーピン引いたとしても、キューピンで振り手になりづらいから、一応リアンピンから切るって感じでしたいかな。まぁ、あ、丁寧にね。いや、これ、どうした？うん、ただまあなんか完全シャンテンになった。まあそれは良くないな。まあ2ピンパーピンの、ニャンピンパーピンからのこの泣きとかを意識したってこと？それダメだな。しごろがなくてもニャンピンパーピンしかないわ。うん。はい、まあまあ親で完全シャンテンになったんで。まあそれは全つでいいんだけど。うん。ああ、最後ね。うん。ウーピン短期に変えて。ん？リアンソーとどっちがいいんだ今。リアンソー切るか、ローピン切るか。ローピン安全な、しもちゃんに。なんか、リアンソーの方がいいんちゃう？なんか、一見、リアンソーの方がよく見えるが。トイメの123警戒ってことか。あ、そうか。トイメが123、123で泣いてるのか。で3層3枚切れ。1、2、3を否定するあれはないのか、今んとこ。いいそう、いいそう。3層、3層、3層。まあ、もういい、いいか。そう、っていうなら。まあ、1、2、3っぽくないが、わかんないもんね。うん。カー見ると、トン、ハク、ハツ、チュン。厄介全部切れてるか。ああ、確かに。
ローピン、ローピンが下茶にどうなのかって話だよな。まあ、確かにいいと思います。いいと思います。はい、対面は、まあ、軽点みたいな感じか。ちょっと今のだけなんか一本場となんかあったな、メッセージが。自分だとミスだと感じている場合、3打目ローソー。トン2局0本場3打目ローソー。ちょっと遡ろう。ああ、これね。これね、ローソーね。ああ、自分でも気づいてはいたんだ、これ。はい、ちょっとメッセージありました。確かに。そもそもローソーっていう選択肢が出ることがすごいな。何も考えずにトン切るのにな。ダブトンを大事にしすぎなのかな。まあ、ダブトン重なったらでかいけど、まあ、面前がしっかり見える手は普通に打とうかな。で、次は、一本場の4打目、数走。あ、9打目、数走、これか。これか。これも、ああ、自分でもこれメッセージありましたね、これね。確かにな。2つともでも独特だな。これミスらんもんね、普通。おもろいな。どういう頭で、どういう考えで麻雀やってんだろうな。おもろいな。はい、2つともね、一応書いてましたね。はい、じゃあ行きましょう。とにかく、親で連チャンして、ドラが初。はい、まあ普通に E ピン来てまっすぐ行くだけ。なんかいろいろ面白いのが見れそうだな、この配布はな。急走か、パーピンか、切る。ああ、でもやっぱ考えてんな。まあ、何もかけずにパーピンとかね。まあ、一応イーシャンテンだからいいんだけど、ただまあ、リのミーシャンテンで愚形確定だから、急走切ってリャンカンにして、ピンズからの伸びで、統一性とかピンズの本位置まで見ると。やっぱ考えてはいるな、めっちゃな。おもろいな。まあ別に何も、ね、何も考えずパーピンでもいいんだけど、やただ、考えてんな。まあこれが今んとこは、功を奏してるんだろうね。嫌味な言い方すると。ただちょっと疑問だな。疑問っていうか良くないと思うな。ただまあここまでの成績残っちゃってるから、まあ正直ね、まあ、例えば俺の言ったこと聞いて、そっから地獄入るとかさ、そうなった時に、なんか、結局言ったこと聞いたけど地獄になっちゃう。地獄っていうか負けちゃったとか、あり得る成績。これでトップ率28%とかだったら、いやもうどんな成績ことになろうが、俺の言ってること従えって言い切るんだけど、ここまで成績いいとね、俺はそれをちょっと心配する。まあそんなことないよってね、言ってくれるだろうけど、やっぱり人間ってそういうとこあるじゃん。例えば配布検討をね、自分が強いと思ってる人に配布検討を見てもらった。だけど、結果なんかそっから成績落ち込んだ。ああ、やっぱそんだったらじゃあ自分に打ち方合ってなかったのかなーとか、ね、そうなっちゃうとすごい俺悲しいんだけど、まあ、やっぱりそうでもないぐらい、今んとこはやっぱり、まあ、この曲はいいんだけど、やっぱそういうこともあるから、俺は極力本当に絶対これはさすがに聞いた方がいいっていうのだけを指摘するから、あとはまあ、俺はこうするってやつは、私はこうしますってちゃんと言いながら言うから、で、あとはだからその実験的に、今日配布検討で言われたことを取り入れてみよう。ね、何十戦かやって、やっぱ自分に合わなかったとか、そういうのだけやめてほしい。俺の本の、一冊目の本。この赤い方にも書いてあるんだけど、まあ、もしこの赤い本はね、まあ、君ぐらいのジャンルだったら別に読めると思うから、まあ、この赤い本は、もう、買って損になることないので、どんな人でも。まあ、読んでほしいです。はい。まあ、お金がないようだったら言ってください。まだ若い子だと思うしね。そんだったら僕が裏で何かしますわ。読めるように。で、戻ると、まあだから、何十戦か試して、例えば20戦、配布で言われたことを守ろうと思って20戦打ちました、10ラス引きました、じゃあやめます。で、それは本当に、良くないことだから、やるならもう徹底的にやってください。中途半端に取り入れて、自分でもなんか半信半疑で、試してみようっていう気だったら、もうやらなくていい。今までの成績はここまでいいから、自分の中でも成績落ちた時に、やっぱりなんか疑問が出る可能性がある。成績が良すぎて。だから、まあ、俺に言われて間違いなくその通りだなと思ったとこだけ取り入れるとか、
うん。で、いいかなと思う。で、自分が地獄引いて、まあ、正直この打ち方だったら、今んとこ見てると、いつか地獄引いてめちゃくちゃ負けると思う。で、その時に、まあ、やっぱりそうだなって感じで、もう打ち方、一新するみたいな時のがいいかもしれない。うん、今日のハイフ検討だと、やっぱりね、成績がいいだけに、今すぐそんな全部自分のマージャン取っ替えて、俺が言った通りにしようって、俺だったらならない。今の自分の成績良すぎて。うん、いや、わかんないよ。君の成績わかんないんだけど、あくまで、一般的な、うん、よくあるパターンで言うと、そうかなっていうぐらい成績がいいから、トップ率35で、うん、うん、で、ラス率が15って言われるとね。だから、まあ、そんな感じで。うん、まあ別に俺も次のハイフ検討持ってきてくれるときに、別に俺の打ち方言った通りにできてないからって別に腹立つことも、まあ基本的に覚えてないし、ないから、まあ、またね、配布検討を持ってきてもらえたら嬉しいしね。うん、こんだけの子だったら、ね、こんだけの人だったら、俺も絶対覚えてるだろうから。うん。はい、じゃあまあそんな感じでいきましょうか。って言ったはいいけど、次から全部静着打ってる可能性あるからな。それだったらちょっと今の言った話は忘れてください。はい。で、ここだよね。こんなに切るだよね。まあ、白がね、ションパイだとね、別に数ピンとかも、まあ、候補になるけどね。白が1枚切りだとね、まあ、俺はパーピン切ってますわ。もう普通に純粋にディアンメン作りに。まあ、ただ、でもこれはちょっと数ピンの方がいいかな。うん。ちょっとこれ、まあ一応数ピンにしときますわ。あ、3層なんだ。うん、まあまあ、まあそうだね。ウーピン引いて3面じゃん、3面。うん、まあ、ピンズで厚く持っていく。はい。数万残して数万先切りの横ついたら強いとか、そういうのはいいか、別にこれは。うん、まあまあまあ。まあちょっとそういうのも面白いけどね。うん。数万先切ってるから、ここでね、数万残すと、まあ、リャンマン引いた愚形とかの換算マンも、ちょっと数万早いからいい街になる。で、まあ、またぎでも当然いい街になるからね。ちょっと数ピン切って明細をね、生かすとかもできるけど。はいはい、まあ。あとはなんかピンズ引く、なんか恨めていくな。数万残しても3層残しても両剣テープはしてたけど。まあこれはまあまあまあ。はい、関する。うん、まあこれはまあ結果論だけど。テンパラな、ピンズ何も引かないの。ピンズ入ってないんちゃうか、リーチ。はい、追っかけられて上がってくる3400。70分いいやん。おめでとう。はい、親でドラがロッソ。まあ、ドラドラってこっちの形いいんで普通に切っていこう。はい、とりあえず何シャーペ切っていく。はい、ダブトン。ダブトン重なった。まあ、いい層か白切る。まあ、俺はいつも白切ってますけど。うん、まあ、いい層から。まあ、1枚切れなんでね、白がね。うん、まあ、こういうのも、まあ一応俺はそうしてます。はい。イーソーからの受け入れはイーソー、リアンソー、サンソー。白は白の2枚だけなんで。そんな感じで。うん。形良くなってきた。うん。最強回。はい。泣いても、小山。あ？ああ、9万のが安全なんだ。そういうことか。そうだな。そうっすね。まあ次にチューン引いた時とかだけはまああれだけど、まあ確かに先切りでいいね。はい、素晴らしい。うん、泣いてって戻った。え？降りるもんないやろ、こんなもん。何で降りたの？まずトンツも、リーチ前か。もう暗冠でもいいし、別に。トンプー戦じゃないからね。トンプー戦だったら暗冠はまあちょっとないけど、別にもうこれ自体上がればもう5万点近くなるから。うん。まあもうトップかなって感じで。半チャンでしょ？暗冠でいいよ。普通に暗冠して全通で。うん。で、トン切ったらリーチ入った。シャアは切る。数ピン掴んだんだっけ？あ、パーピン？ああ、まあそれは全通しかないわ。うん。まあ遠い面がね、自敗切りリーチだからそれ両面っぽくて、想像もなさそうで、まあ確かに濃いけどねって思ったら下チャンリーチ入ってたわ。下チャンリーチ入ってたのか。二軒リーチ入って、一発目はシャアで、ここあれか。あ、ごめん、2件リーチか。
まあ確かにこれ濃いな。まあこれはいいわ、ちょっと任せるわ。確かに。うん、パーピンって所詮28のね、ハイだけど、まあ確かにな。まあ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 。下茶が、ピンズ、両方ピンズ、ピンズ濃い。イスマリャウマ、イスマリャウマ、トヨミイスマリャウマ。まあ、俺はまあ、それは打った方が期待値は圧倒的プラスだと思うよ。うん。いや、なんだけど、こういうのって危険度がむずいから、本当に2分の1で当たるって言われたら、止めるし。うん。まあ、自分が上がれば1万4000点だから、1万4000点の転売。まあ、3本までから1万5000点か。まあ、1万5000点の合計転売で、まあ、確かにパーピンすごい嫌だけど、まあ、トイメンはイスマニャウママンズある。で、あとピンズが4から9。で、あとはまあ、トイメン中国人か。中国人も考慮すると、まあ、押せる。下ちゃんに対してもまあ、ソーズもまあ、スッチッソー残ってる。あとはピンズも、サブロキューピンが残ってる。うん、まあまあ、一応通します。はい。まあこういうのは難しいんで、押し引きに関しては、まあ例えば科学する麻雀の、データ本で見るとかね。まあそういうのがいいかもしれん。まあ、で、パーピン当たってるかどうか、じゃん。当たってない。はい。トイメンも6級そうね。ちょっとこういうことあるんでね。確かにトイメンが普通にまっすぐ打ってるだけだったら、まあ想像ほとんど否定されてるから。ねえ。まあピンズか、まあ、ってなる、マンズの下かってなるけどね。しもちゃんも初ローソー。うん。まあまあまあ。まあ、まあ、こういうのは難しいけど、基本的に高打点の量刑はね。うん。まあ、押しちゃえばいいかなって感じで。はい。で、まあ、降りましたと。神茶が上がるんかい。あ、しかも、あれか。うん。はい、まあいいや。はい、次。トンザン曲ペーチャドラが一品。はい、親が流れて。まあ、上がり逃しがなくてよかったけど。はい。うん。まあ、そうだね。単野は見えてるし、1球はいらんって感じで。うん。ドラの切り時ね。まあ、俺は1手早いけど、ここで1ピン切るけど、どうせこれ単野確定だから、1ピンひっついても単野を消えて、いい判ね、ドラ使おうとしていい判消えるから、まあ、俺はここで1ピン切るけど、まあまあ別に。え？ここだよ。この前か。ここか。うん。まあ、ただここはまあ、縦引きもいいしね。まあ、トップ目ってのがでかいかな。俺の感覚では。でもいいわ。ちょっとまだ早いしね。E ピンがそんな危険じゃないから。うん。はい。で、ここで E ピン切る。いいね。うん。そうだね。チューン先じゃなくて E ピン。うん。やっぱ細かいこと本当に考えてるな。すごいな。麻雀うまいんだなって感じするけど。うん。これちょっとおもろいもん引いたけど。まあ、よく見ると3万かなって感じで。うん。うまいね。おい、最強かよ。ヤンウッパソーローマン。はい。うん、振っていく。ナイス。はい、とにかくシャーチャドラガー3ピン。あ、これで原点持ちになっちゃった。原点持ちになってしまう。はい、まあ、これなら普通に打つだけ。はい、9万チューンか。っていく、9万な。やっぱ考えてんな、めっちゃ考えてんな。まあ、やっぱ麻雀好きなんだな、麻雀強いんだなって思うけど。それにしてはね、チートイでドラ先切るとか、個性的な打法多かったけど。ローピン残してね。あのやつね。チートのやつね。はい、リアンソー切る。あ、これはチューンなんだ。うん。まあ、こいつからの。あ、まあ、いいよ。もちろん。うん。うん。もうこれでいいシャンテンで。まあ、他に切るもんないんで、ウーソー切ります。やっぱ良くねえな。うん、ちゃんと打った上、まっすぐ。こういう、もう、明確に強いシャンテンは。うん。もう点数がすごい凹んでたらね。いいけどね。まあこんな普通に、まあ泣いて2000点は悲しいけど、やっぱりまあ、チーマンの4枚うん、フォローでいいんじゃない元から高いもんこれ。最低でもメンタンドライチが保証されてるから、もう赤嘘を着てまっすぐでいいよ。点数もね、凹んじゃったけど、ちょっとね。まあとはいっても25900点あるから。うん。まあ順面も超早いからね、そんなに大きくマイナスにはならんけど、うん。まあやっぱ、まあシンプルでいいんじゃないかなと俺は思うかな。まあこれもね、ウーソー切り位置がいいけどね。まあウーソーがこれで通ってないとね、これによってもう手が死んじゃったりするからね。
はい。うん。で、嘘切った。で、これで完全メタル。うん。リーチに対してはかなり降りるんだな。まあ、ジャン玉だったらそれも安定してる一つの、理由かもな。うん。やっぱリーチに対しては完全に降りる。うん。それもね、素晴らしいことなんで。はい。ただまあ、イーシャンテ復活。今？あ、今、現物か。はい。うん。降り方も丁寧でいいと思います。なんかテンパったぞ。カンパーピン、リーチ、ドライチ。うん、まあそもそもアンパーいないんで、リーチで。うん。はい、まあしゃあない。はい、何入なんちゃドラローマ。手配悪い。まあとりあえずペイ切って。まあ厄介重なった時だけは上がれるようにしていくかな。はい。パースを切る。ペンチャンズしか。あー、いや、ペンチャンズした方がいいな。タイヤも見えないし、こんな手でペンチャン外してる手じゃないわ。もうダイレクトのチーピンが痛すぎる。だからターツ外しはないわ。うん。もうチーピンが2枚切れとかでもない限り。ダイレクトのチーピン引いて、もうダイレクトの受け入れで、した時だけ上がれるみたいな手だから、こっからペンチャン落としてなんか両面できました、やったーってやってる順目じゃない、やってる手じゃないから。両面できたってどうせ上がれないから。上がれるとしたらダイレクトにチーピン引いてとか、急所急所引きまくった時は上がれるけど、ペンちゃん落としてじゃない。うん。でもペンちゃん落とす割にこいつは持ってんだな。いらんやろ。うん。言いそうに前切れ。うん。なんかちょっと変な感じはするな。ペンちゃん落としてなんか量形量形って言ってコンパクトにしてる割にここのリアンスを引っ張りはなんかちょっと違和感あるけど。うん。はい。んで？まあ、そりゃ泣かん方がええやろ。うん。軽点ってことだよね。他の人の安牌もちょっと確保されてないから。泣かずに。ここ食い伸ばすんだったら別にまだ軽点取れると思う。こんなとこから行かなくても。カンチーマンだったらいいわ。それは。明確に経験率上がる。老僧から泣かなくていいよ。うん。そんなにメリットない。やっぱ守備力落とすのが痛すぎるな。いや、そっちかい。そっちか。この順目から食いたんか。やっぱりちょっとそれはさすがにセンスないわ。こんな順目から老僧チーして E ピン来ててさ、それはもう本当に絶対上がんなきゃいけない1万点持ちのラス親とか。それだって、たらあるかもしれんけど、うん、まあ、さすがにこの点数でやることじゃないな。なんかもうちょっとね、なんか6チッパの3色とかが見えてたらいいけどね。タンヤオじゃなくても泣ける手役がないからね。まあさすがにローソから泣くはないな。おもろいな。守備型かと思いきやそうでもないっていう。ハイブリッドだな。うん、一応パーマンポンセズね。パーマンはポンセズ。ポンしたらイーシャンテンだけど、ローマンもめっちゃ通りそうだけど、ローマンドラか。換算品現物。そうだね、ちょっとローマンドラだったわ。うん、ローマンドラじゃなかったらね、なんか、ポンしたら上がれんじゃねとか思ったけど、まあ確かに、泣かない、泣かないな。はい。現物チーソー、ね、スーソーもめっちゃ通りそう。スーソーチーソーがほぼ現物。換算品現物。ワンチャンあるかなと思ったけど、この仕掛けしてるから。まあ確かにこれ泣かなくていいよ。ドラだし。うん。で、まあ、いいとこ引いた。まあ、テンパッター、ハクはもちろん切る。うん。それはよかった。はい。親でドラが9ピン。手配はまあいいね。ハイパイこれか。まあ、とりあえず9万でいいか。うん。とりあえず2万で、飛んで。ローマンか初、あ、ローマンかチューンは、まあ、ドラ9ピンだし、まあ、うん、君はローピン、ローマン打つよね。うん。まあ、いいんちゃう。いや、そっちかい。いや、なんかおもろいっていうか、なんかやっぱ変だぞ。やっぱ初ポンでカンパーピンチーで、ね、
初ドラドラの想定がないもんね。三面ちゃんだから固定するって、いや、そんだったらローマ切って固定した方がいいわ。うん、まあ、それが別にチューン打ったっていいしな。パンパンで。いや、おもろいな。これでようあんな成績残ってんな。すごいな。はい、三面固定していく。ハーツポンしていく。まあ、イーシャンテにはなってない。なんか、リャンカになった。まあ、普通はここで、リャンカン、リャン面のイーシャンテになってるだろうけど、まあ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 。ここでリャンカン3面のイーシャンテになっていく。うん、ウーピン切る。うん。まあ、やっぱその後のなんかもう、余剰牌がない時の打ち回しはやっぱりしっかりしてんな。うん。まあ、確かにそこなんだろうな。この打ち方でも勝ってる理由は。うん、やっぱ、リャンシャンテンとかイーシャンテンになっちゃった時に、そこでなんか変な打ち方すると、明確にやばいことが起こりそうだけど、まあ、結構仕掛けても、ね、余剰牌がなくなってる段階でのミスはないな。はい。じゃあ行きます。チーピン切る。うん、うん、もうこういうのもな。うん。はい、ラスマイペイチャドラガグピン。ドラ3。はい。まあ、とりあえず、イーマン、イーピン。うん、切っていく。あ、9ピンか。あれ？なんで俺イーマン、イーピンって言ったんだ？ 9 ピンなんで俺見落としてたんだ？ 9 ピンか。うん。9ピンからだな。何2枚切れで何切った？ E ピン。切った。うん、9ピンじゃないんだ。E ピンの安全度高いし、うん、9ピン普通切りそうだけど。うん。うんうん。はいはい。なあ？初。いやもう初で、いいんちゃうか？やっぱイーシャンテン取りたいかな？あの、一手進んだ時にね。初一枚切れだしな。下茶に絞るとかそんなんもないしな。まあもう何も考えず初で。やっぱシャア引いたりしてもめちゃ痛いしな。もうシャアが二枚切れでやっとかな。うん、シャアが2枚切れでやっとシャア切ってもなんかそんな損じゃないかもしれんっていう感じはするけど、タンヤオのフォローがあるから。まあ、ただまあマジで、やっぱ初で。シャアが泣かれていく、最悪か。これもでもシャア9ピンじゃないんだ。下ちゃんに絞ってんのかな。まあ、ただ自分こんだけの手だしな、やっぱ9ピン先で普通に。ね、ここは小そうか。はいはい。確かに、白はなんか変なものを掴んでしまったか。まあ、下茶がな、どうなんだろう、これ。なんかあんま白が、まあ、白あってもおかしくないけど、な、これも中国人の人か。二人とも。白な、なんか感覚的には白ないんじゃねって感じするけど。ちょっと見てみよう。下茶に白があるのかないのか。普通に見たらね、バックだったら白しかないってなるんだけど、なんか、重なってんのかな、ここら辺で。まあ、今重なってる可能性あるけど、最初の段階で、あ、重なってるか。最初の段階どうなんだろうね。この人。ああ、普通に重なってるけど、こっからガツガツいってんだ。なんかね、中国人の人だと、本当になんか、わけわからん手組みする人いるから。うん。で、ここで9万チーし、9ピンチーして、リャンマン。な、リャンマンから打ってる。で、こんな感じか。うん、まあまあ。うん、まあまあ。まあ、はい、なんで？なんかマジでもう、舐め腐って打っていくんだけど、俺は。うん。あ、上が連チャンした。ペイチャドラローマン。はい、シャア E1 切っていく。うん。うん、これはいいね。あ、イーシャンってなる。まあ、ちょっとリーのみとかだったら嫌だから、リアンウソを引いたらテンパ外すけど、もちろん。うん。え、そうだね。スーピンに紛れなんで。おぉ、ウーピンかよ。いや、まあ普通にやっぱ打った方がいいな。うん、3ピンで。
もうローピン引いたら酸素イース落としもあるしな、これな。リアン層3枚切れなんで、さすがに関数ピンの選択で単野を確定はちょっと行きづらいけど、なんか、もうそれこそ、とりあえず3ピンから切って、3ピンから切って、パーピン引いたら3層。ね、リアン層が1枚しかないから。ローピン引いても3層いい層。パーピン引いても3層。リアン層のロスはいらないし、ウーソー受けはあるしね。で、単野もシャンテンになるしね。3ピンで、うん。まあ、そもそもウーピンがそんな別に後から切りたくないかって言われたら別にそうでもないので、やっぱそれもあるかな。3ピンは下茶対面に安全だけど、ウーピンは普通に危険とかね。そういう範囲でもないから、やっぱり丁寧に3ピンだな、これな。やっぱそこら辺の想像力はまだ乏しいか。なんかドラドラなった。酸素をチーするかどうか。しないか。リャンソーが5枚見えてしまった。リャンソー5枚見えでしょう。3枚。まあ、してもおもろいけど、まあまあしないか。普通はしないか。しないで、はい、しない。チーマ引いたら、もうこれはイーソー3層で。これは違うんだ。まあ、二層三層だとね、神ちゃんに対して安全な牌打ちながらいけるし、まぁ、ちょっと今の段階でそんなテンパってる気配はないけど、まぁ、かつやっぱりドラが使い切って単野も確定するっていうのがでかいかな。ヤウソがもう5枚切れなんで、うん。まぁ、二層三層の方が良さそうだ、これは。うん、ただまぁ完全シャンテン取っていく。まぁ、こっちの方がもちろんテンパイチャンスは多いけど、まぁ、一応まぁ、ウッパーワンチームもできるっていうのもメリットかな。三層イーソー切りのメリットは、ウッパーマンチーでザンクのテンパイも取れる。うん、なんか単野をなった、イーソー流れた。またなんかわけわかんないことしてんな、これ。なあ、これも。この手出しは。最初はね、まあ本一かと思ったけど。うん。ここでシャーで、シャー。あ、もうないのか、背景か。はい。ちょっとまたちょっと下茶が気になってきたな。下茶見てみよう。この人は、最初に国士をやっていました。最初に国士やってましたが、なんだこれは。うん、まあね。ちょっと玉の間でも結構こういう人いるんで、まあ、ちょっと繊細にケアしすぎてるかもしれん。うん。いいえ、9万って。いいえ、国士、いやもう無理だろ、これ。白切ってるし。な、これ。まあいいよ。うん、ちょっと、なんか、よくこれでこんな玉の間におるな。な、これ。まあいいや。はい。しかも泣いてたの。ちょっとね、気になってきた。これ9万切って。数万切って。あ、そういうことか。絶対自分がテンパイ取れないから、ツモ番飛ばしみたいにやったんだ。人のツモ増やして。おもろすぎやろ。うん。いや、ただ、めちゃ、K 点のイーシャンテンか、これ。9万とかありゃ、テンパってんだけど、まあ、いいや。はい、そんな感じでした。次の曲、オーラス、シャーチャドラがいいそう。自分ラス目か。まあ、ただ、トイメンから2000点とか上がれば、ラスだけど、シャーニューはするか。とはいえ、まあ、別にそれを見ていくわけじゃないんだけど、まあ、唯一あるとしては1200つもか。1200つもったら普通はラス角なんだけど、1200つもで、シャーニューするから。まあ、それだけがちょっと気をつける。ヤンマンズも。うん。まあ、もうまっすぐ、シャーで。リャンピンか。シャー泣いたケース、シャー泣くケースが、もう1200以上ないともうどうにもなんないから。まあ、一応2000点でもトイメン直条件あるけど、やっぱりリーチ手順かな。
まあ赤ウーピンがあるから2品いらないって感じなんだろうけど、ちょっと俺はこれはそんな手ではないかな。普通に3品引いたり、まあ1通になると思わないけども、すべての受け入れ残して、例えばイーソー引いた後に3品とか引いたら、やっぱちょっと2面逃しになっちゃうんで、もうマックスの可能性、シャーから切りたい。え、イーマンか。これもやっぱり3万引いた後にイーソーとか引いたら、普通に形良くなるんで、もう何も考えず、ジャンと固定する場面じゃないかな。普通にまっすぐ行くだけかな。メンツ作りに。うん。赤引いた、チーソー。まあ、これは単野はない。ゴロチ。無理くりゴロチで仕掛けるのはなくはないな。ゴロチのターツがね、57577であるから、無理くりゴロチで仕掛けまくるもあるんだよな、これな。このね、形で、愚形結構残ってる感じだと、ローワン、ローピン、ローソー泣いて、ゴロチだけに決め打つっていうのは一応残す、俺は。ただちょっとこれは難しすぎるな、さすがにな。これ見た瞬間に、ゴロチで泣けるからね、まあ、チーソーがいらないって感じで切ったのかな。まあまあ、これはまあ、まあいいよ。まあ、ただまあ、別に普通にパーソー受け見てもいいけど。ウーソーも切るの。やっぱこれはダメだな。やっぱウーソーリャンマン引いた時にイーシャンテ逃しは痛すぎるわ。うん。で、まあこれはだからリーズもドラドラで全然嬉しいので、ね、別に赤ウピン出ててもいいし、まあ超まっすぐやっぱりシャーしかないな。いや、おもろいな。おもろいというか、これでその成績残ってんだ。まあちょっとあんまりこれ言うとね、なんか嫌な気持ちにさせちゃったら悪いから。うん。あと3回ぐらいしか言わないけど。これでその成績残ってんだ。いや、これもイーマンスルやっぱり残したいな。安全度高いし。もうこんな順目から厄介のシャー重なったって、それこそね、うん、どうすんのって。まあ、とにかく3万引いた時に一応手が進むので、チーピン、シャー、うん。ここでイーシャンテになった。はい。まあ、3層が3枚切れだから、リアン層、イーソー切っていく。うん。うん。なんか2面できた。おい、なんかすげえ、医者、あの、すごいつもしたな。メンピンドラ1、ドラが両方出てっちゃう。ただ9ピン1枚しかないから、リーチドラドラにするかどうかか。何？最悪のメンピンドラ1だと上下から上がっても、いけんだこれ。あ、いけ、あの、上茶はいけんだ。あ、いけないんだ。トイメンがラスウェイだからいけん。同点でラスなんだ。リーチド、メンピンドラ1だと、上茶から上がって、裏乗らないとダメ。下茶からも裏乗らないとダメ。トイメンからだと、まあ、シャーニューする。で、9ピンがイーペーコつく。ローピンは4枚。リーチドラドラ。うん、まあ、パーピンっぽいな。うん、パーピン切ってリーチしたら、どっからでも上がっても OK なんで、そうだね。パーピン切ってリーチする。うん、これだとローピンがちょっと、あれなので、まあ、9ピンは、いや、それはいいっちゃいいんだけどね。まあ、パーピンでどっからでも上がるがいいかな。ただ、ちょっとこういうのは難しいね。とっさに判断するっていうと、ね、打ちながら点数計算しとかないとダメだしね。うん。まあ、ちょっとパーピンが良さそうだ。ローピン出ると、上下からローピン出ると、裏条件になっちゃうしねって思ったら違うね。オンバーあるから。うん。なぜか本番見落としてた。申し訳ない。うん。日本版あるからいいね。やっぱね。うん。紙芝どっからでも上がれるわ。うん。ごめんごめん。ウーピン切るわ。申し訳ない。うん。はい。下茶から上がっても 7% 足す600なんで、じゃあ 7% 足す1200なんで、9000点縮まるから、紙芝から出てもその瞬間にラス回避。という面から出たら、まあ続行。うん。まあ、ごめん。赤ウーピンしかないわ。申し訳ない。どうなるんだ？ラスるのか？ラスったのか？逆にこれ、トイメンが一人脳天だったら継続。トイメンが一人脳天以外は終了。どうなるんだ？まあ、下茶はテンパってないだろうから。神茶と自分のテンパで終わりか。あ、テンパってた。テンパってたよ、これ。続行したわ。下茶に振り回されてんな、俺。
しもちゃもね、こっから、ね、こっからか。これリーチして、現物言いそう手出し。チュン、まあ、自敗。ほんで、言いそう。で、数万のね、これも合わせるような感じで。数万現物手出し。で、チーしてチュン。だけど、チュン統一落としたもんね。うん。まあ、現物しか。まあ、チュンは、まあ、現物じゃないけど。で、最後もシャー手出し、現物。で、最後も、数万手出し、現物。いや、このテンパイついてんなぁ。下ちゃんも最後にテンパったんだもんね。たまたまね。たまたまこんなテンパってる、これ。降りてるようにしか見えない。はい。はい、次。え、シャー入した。なんちゃドラがチュンで。まあ、こうなったら別に1000点で曲がれるんで、まっすぐ行くだけ。まあ、1000点上がって次の親で、親も上がってトップみたいな感じでもいいので。はい。いつも悪いな。あ、これはチューンからか。うん、やばいな。トヨミに上がられて終わるか。はい、急走切る。ん、急走のがいいぞ。うん、やっぱウーピンは回りひっついたらいいシャンテになるしね。スーピン、ローピン、両面できて。うん。急走、この7899いらないな。ジャントー候補が一応ここであるから。やっぱ急走だな。うん。はい。だって、ウーピンの、だって、ローソー引いても一応これ受けあるんで、急走切ってローソー引いちゃった場合、別にまあ、一通のシャンテンで取れる。ってことは、実質、明確に言いたいのは、急走2枚だけ。で、ウーピンからだって、ウーピン3枚あるからね、縦ね。ジャントーできる受け入れですら、ウーピンの方が多い。で、スーピン、ローピン引いたら、両面できて、いいシャンテンだからね。両面ペンチャンの。うん。やっぱ、急走だな。うん。いや、すごいな。この打ち方で、この成績残ってんの、すごいな。あ、いいシャンテンになった。うん。どっちに取ろう。どっちに取ろうというか、あれか。まっすぐ行くなら嘘か。まっすぐ3列目入った。嘘、どうしよう。こっからシャンテン戻せんのか、これ。ね、ウースを切ると、ウースを切ると、ローマン引いてイーマン切りリーチ。ギャンマン引いてチンマン切りリーチ。ね、どっちの牌も受け入れになっちゃってるから。まあ、この3列目か。上がれる気はしないよな。こんな愚形愚形も愚形確定の。かといってこの順目からリアンソーイーソーで、シャンテン戻しあんのかな。まあ、シャンテン戻し、いや、まあ、リアンソーイーソー落とすならイーマン、チーマンか。とりあえずシャンテンは取っとくか。なんだこれは。どっちもありだと思うな。嘘が操縦抽選。まあ、俺はもう嘘を切りますけど、こんなもん。まあ、ただ上がりがない。K 点がでかいかって言っても、K 点取っても終わっちゃうんだよな。まあでもいいか。まあ、嘘で、普通に。普通の人は嘘で。チーマンか。うん、まあ一応ローマンの受けはあるんだけど。嫌っていく。あ、上がれちゃったか。うん。はい、そんな感じか。はい、以上ですが、まあ非常に面白かったですね。うん。まあ途中でも言ったけど、まあ今回これ、ね。踏まえて、まあまた何かあれば、持ってきてくれたら俺嬉しいしさ。うん。あ、ま、もしね、要望があったらまた言ってくれたらいいしさ。あ、あれだ。二箇所あったな。ミスだと感じている部分は、何二曲、第四打、ウーソー。ウーソー、第四打、何二曲。あ、これか。三面固定のやつ。そうだな。自分では分かってんだな。うん。で、何四、ゴロチの三色。何四。ん？何よ？あ、これか。いや、自分で分かってんだな。この小さ切りね。ゴロチの三色みたいな。え、でも、ま、これだ。ミスって気づくのがすごいな。ゴロチゴロチ言ってたけどね。うん。なかなかゴロチまで見れないこと多いけど。そんな感じか。分かった。その2点。まあなんか全部俺が、それはないだろうって言った範囲は、4箇所に関しては自分でも分かってるポイントでしたね。
はい。まあ、分かってるだけ良かった。うん。まあ、ただなかなかね、これもね、嘘を切ろうという発想ならんからな。このチューン残してな。うん。まあ、独特でしたね。うん。まあ、ちょっと個性的な感じの。うん。まあ、麻雀ってそういうとこも面白いんでね。まあ、別にまあ、まあ、これによってどういう影響かわかんないけど、これが好成績につながってる何かね、要因もあるかもしれないし、まあ、麻雀そもそもまあ別にね、誰かの教えに従わなきゃいけないわけじゃないんで、まあ、一つでも二つでも、配布検討でね、今回の何か取り入れてみようと思うポイントがあればね、嬉しいかなと思います。うん。はい。まあ、そんな感じかな。うん。まあ、確かにね、こっから嘘が浮かぶのがすごいな。三面固定したがりって感じなのかな。うん。ラスでね。ラスでドラドラで。うん。まあ、ただまあ、自分でもわかってるってことでね。はい、いいかな。はい、じゃあ今回はこんな感じで配布検討やってきました。はーい。ああ。はい、まあ、麻雀ね。うん、別にまあ、お金かけてやるとかじゃなければ別に、ね、自分の好きな麻雀打つもいいし。まあ、ただもう本当に何回も言うけど、成績がね、ここまでいいからね、俺も若干気使うけど、うん。まあ、何でも質問あれば聞いてください。はい。じゃあ、そんな感じで。てか、俺って2着率、3着率ってどれぐらいなんだろう。2着は27、3着35。ちょっとなんかそれ気になってきた。最後にちょっと俺の2着率、3着率見て終わるか。あれ23、26か。ああ、こんな感じなんだ。トップ率に押し上げてる感じか、俺は。わかりました。はい、じゃあそんな感じでした。はい、まあ、楽しく配布検討できましたんでね、その点について本当に感謝してます。はい、またまあ、他の方も配布検討依頼ありましたら、よろしくお願いします。では。では、お疲れ様でした。また。